さっき全部終わったよ。中2から16年の付き合いだった。大学時代は、仙台神奈川の遠距離だったけど、頑張って月2で帰ってたっけ。そんな思い出が溢れて、帰りの電車で号泣してしまった。周りの人は多分引いてただろうな。昔私が浮気したらどうする。って聞いてきた時に、自分に魅力がないから浮気されるんだ。だから、 さらに頑張って、また振り向いてもらう。みたいな、土量の大きい男演じてたな、そういえば。言いたいことが山ほどあるけど、とりあえず、酒でも飲んで心落ち着ける。できるだけ端折って、簡潔にまとめるよ。俺、30歳、公務員、海洋性大腸炎持ち。嫁、30歳、薬剤師資格持ち。26の時結婚、子供なし。 27の時嫁が仕事辞めて専業主婦になり、寝トゲを始める。半年後、寝トゲで知り合った大学院生と浮気発覚。PC 破壊、院生の両親呼んで、説教でとりあえず収集。しばらくして、いろいろあって嫁就職。仕事に就いてから、半年ほどで、帰りが8時過ぎになる。前科もあるので、嫁の職場に電話すると、案の定。 毎日5時の定時上がり。ここの住民に相談、更新状を使う嫁に浮気相手が2人いることが発覚。出会いはスマホのアプリ。その後、お馴染みであろうやりとりをした後離婚決定。知人のつてで紹介された弁護士と相談しながら、今後の方針を決めることになる。が、ストレスと過労で持病が超悪化。 入退院の繰り返しで離婚云々どころじゃなくなる。こんな感じで長期戦になるも、浮気相手二人と嫁とは時代成立。義父母にクズ扱いされたり、嫁に付け回されたり、色あったけど割愛しとく。不幸中の幸いだったのが、大学時代の一番の親友が法律関係の仕事してたことと、上司や同僚が味方してくれたことだな。特に面白みもないけど、こんな感じ。